TTM の定義の問題ってありますよね。DTM の定義の問題ってあって、DTM って、昔のさ、昔の DTM って、いわゆる、なんだ、外部ミディ音源みたいなのを PC の、あのシーケンサーで再生するみたいなやつが昔の DTM だったじゃないですか。で、まあそれが DAW が来たことで PC を使った音楽制作全般が DTM になったじゃないですか。で、そっからスマホのガレージバンドとかで音楽制作するのが DTM になっちゃったでしょ。あれ別に デスクトップじゃないじゃないですか。とか、うん、昔ながらの DTM ってことで言うとオーディオ使うこともちょっと DTM から外れてるような気もするし、シーケンサー、ミディシーケンサーね、ミディを出すやつがミディシーケンサーってやつですね。うん、DAW はミディとオーディオを両方扱えるやつっていう感じですよね。で、DAW 機能がスマホとかに移行したりして、なんかいろいろできるようになっちゃうと、まあなんか DTM っぽくな、DTM が、デスクトップとはみたいになっちゃって、さらに、もうなんか、打ち込みとかもしないで、その PC に、PC の DAW なのかなんかわかんないけども、何かに、こう、生ピアノを録音するとか、生ギター録音するとかっていうスタイルになっちゃったら、それは何なんだろうっていう。ただ生演奏を録音しているだけなのではないかみたいな感じになりますよね。謎ですよね。デスクトップミュージックの定義。もうただの音楽制作ですよね、今や。なのでね、DTM っていう言葉があんまりなんかね、しっくりこないんですよね。